いたします。今日はいいお天気でね、私は尼崎というところから今日は参らせていただきましたが、あの途中ね、電車の中から見えるあの赤潮大橋とか綺麗な海とかね、あの淡路島を見てるだけでワクワクしながらですね、あの来させていただきました。約1時間、短い時間ですけれども、皆様と一緒にヨガを楽しませていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ヨガってよく最近耳にすることないですか？ねえ、ヨガをしたことありますよっていう方いらっしゃいますか？すごいすごい。そうですね、あの今ヨガは世界的に流行といいますか、あの取り入れられている、ヨガをしているという人がどんどん増えてましてですね、今年の6月には国際ヨガの日という、そういった日がですね、国連によって、制定されました。6月の21日だったんですけれども、NHK のニュースであったりとか日経新聞でも取り上げられたりしてですね、世界各国でその日同時にヨガをするというね、あのそんなイベントがあったりしました。なんでヨガがこれだけ皆さんに、ね、人気があって、あのヨガをやってる人がどんどん増えてるんでしょう。なんででしょうね、なんでだと思われますか？昔からあります。ヨガは4000年前からあるというふうに言われています。まあ、発祥はインドなんですけれども、それがね、絶えることなく今なおこう続いてね、引き継がれていることで、まあ、この現代なんでこうヨガが人気かというと、まあ、一つこの自律神経のね、バランスを整えるのに非常に有効だというふうに、言われておりまして、この現代社会ストレス社会ですよね。いろんなストレスを抱えている方々に、自律神経のバランスを整えるということで、効果があるというふうにね、ということで人気であったりとか、日々の生活の中に取り入れてみようという方がね、増えている。であと、柔軟性を高めるであったりとか、筋力をアップするとか、あと男女関係なく年齢に関係なくで場所も関係なくですね、どこでもできるというのもね、お手軽で、すごく経済的で、いいところなんですけれども、あのそういった意味で、今日も座ってできる、もう椅子が一つあればできるというね、あのそういったヨガをね、皆さんご紹介していきたいと思います。はい、そして先ほどテストを受けていただきましたが、皆さんどうでした？先日テレビで世界陸上ってやってましたけど、あの時のあの幅跳びのようなすごく大股でね、あの素晴らしい歩幅でね、歩かれてる方もいらっしゃって、素晴らしいなと思ってたんですけれども、もしよかったらヨガをされた後にもう一回ねテストを受けてみてください。もしかするともっとねいい結果が出てるかもしれませんか、変わってないかもしれませんけれども、まあ、そういったところね一回試してみるのも面白いかもしれませんね。ということで、普段積極的に運動しようって心がけてるっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？お、素晴らしい。あの今日スマートな方がね多いので、皆さん何か運動されてるんじゃないかなっていうふうに思ってたんです。何を？体操。あ、いいですね。あと何か他にされているという方、はい、何をされるんですか？テニスと卓球。素晴らしい。そうですか。あと他に何かされてます？やってるよっていう方いらっしゃいませんか？はい、賛美体操。賛美体操っていうのはどういうような体操ですか？ポーズと、はい、あのベルトあるんですね。それと3つの道具、B が使う3つの道具を使ってその体操なんです。あ、3の B ですね。ボールとベルトだと、もう一つちょっと忘れしました。何でしょうね、B。 もう一つ何か、ボール、ベルト。また思い出したら教えてください。いえい
いえ、そういった道具を使ってね、する、体操されたり、皆さん素晴らしいですね。健康を保つためにはね、やっぱり食べ物と適度な運動と、これが、ね、基本になってくるかと思うんですが、今日ご紹介させていただくヨガ、気軽にね、お家でもやってもらえるようなものです。テレビ見ながらでもできたりしますので、ぜひね、あ、これ気に入ったな、気持ちいいなっていうのがあれば、一